維新ラルサ時代は古代オリエント史における時代区分である。ウル第3王朝滅亡から始まるコバビロニア時代の前半、すなわちウル第3王朝滅亡からバビロン第一王朝のハンブラビオーによるメソポタミア統一までの時代を指す。厳密な年代は学者によって異なる。なお、この記事内の年代は、いわゆる中年代説に従っている。 メソポタミアの統一勢力であったウルダイ三王朝は、紀元前21世紀後半には弱体化し、同王朝から維新第一王朝が独立した。その後まもなく、ウルダイ三王朝は、エラムによって滅ぼされ、維新ラルサ時代が幕を開けた。この時代メソポタミアの政治的な主導権を握ったのはアムル人であった。アムル人はすでにウル第三王朝末期からメソポタミア各地に移住。 侵入しており、維新第一王朝を皮切りに次々とアムル系王朝が成立していった。維新と、ついで同王朝から独立したラルサ王朝がメソポタミアの派遣をめぐって争い、最終的にラルサの勝利に終わった。しかし、メソポタミア中流域ではバビロン第一王朝、マリ、そしてアッシリアがいずれもアムル系王朝の下で兄弟化した。とりわけ、 アッシリアのシャムシ、アダド一世は、北メソポタミア全域を支配下に収めて、覇者的に振る舞った。シャムシ、アダド一世の死後、軍有拡挙状態となったが、バビロン第一王朝のハンムラビオーはライバルを次々に下し、ついにメソポタミア全域を支配下に置いた。このことによって、バビロンがメソポタミアの中心都市としての地位を確立していくこととなった。 ウルダイ産王朝最後の王イビーシンの治世において王朝は西からのアムル人の侵入と東からのエラムの攻撃にさらされその対応に追われた。さらに紀元前2022年頃シュメール地方で大規模な飢饉が発生すると王朝の弱体化はどうともしがたい様相となった。イビシン王はウルダイ王朝に仕えていたアムル人イシュビエに食料調達を命じて 彼を、イシン氏に派遣したが、イシュビエルラは、反旗を翻し、イシン氏を拠点に、ウルダイ三王朝から独立した。弱体化した、ウルダイ三王朝にはこれを止める術はなく、イビシン王は、彼の独立を承認せざるを得なかった。紀元前2004年、エラム人がシュメールに侵入し、イビシン王は敗れ、エラムに連れ去られた。エラム人は、南部メソポタミアの都市を破壊して支配下に置いた。 このウルダイ三王朝の滅亡は、ウルシ滅亡愛歌などの文学作品を通して語り継がれた。しかし、エラム人は南部メソポタミアからさらに支配領域を拡大することはなかった。独立勢力を築いていた維新王イシュビエラは、エラム人の北上を食い止めることに成功し、逆に攻勢に出て、エラム人をシュメールから排除することに成功したため、南部メソポタミアの大部分が、 維新の支配下に入った。イシュビエッタ以降の維新の歴代王は、ウル第三王朝の後継者たることを主張し、マラドやウルクなど混乱の中で独立していた周辺国を次々と制圧していった。拡大を続けた維新第一王朝であったが、紀元前1944年頃、ラルサ市でアムルジンザバヤが支配権を握り、 その次のラルサ王グングヌムの地位勢になると、ラルサ王朝は、急激に勢力を拡大した。グングヌムは、維新ウォーリピとイシュタルと、南部メソポタミアの覇権をめぐって、激しく争った。特にその初期の戦いで焦点となったのは、ウル氏の争奪戦である。ウルは、旧ウル第三王朝の都であり、ウル第三王朝の後継者という立場を取る。 両王朝にとっては大義名分を支える政治的意味合いが強かった上にペルシア湾を通じた交易の拠点でもあり戦乱で損傷していたとはいえその支配権は重大問題であったこの戦いはラルサの勝利に終わり維新はペルシア湾への出口を失った続いてシュメールの最高神であり王権を授けるとされたエンリルの神殿があった 宗教都市ニップルをめぐってまたも両王朝が争ったが、ここでもラルサが勝利し、一心第一王朝の覇権の目はついえた。ユーフラティス川中流域の重要拠点マリでは、紀元前19世紀半ばまでに支配権を確立したアムル系花族のヤギトリムと、やはりアムル系で隣接するテルカを勢力範囲としたイラカブカブとどっちの支配権をめぐって争った。 彼らは周辺のアムル系部族をそれぞれ味方につけて争ったが、この戦いはイラカブカブの敗北に終わり、彼はエシュヌンナ方面へ逃れ、マリシにはヤギトリムがリム王朝と呼ばれる王朝を開いた。エシュヌンナ氏は維新よりも早く紀元前2025年頃にはシュイリア王の下でウル第三王朝から独立していた。南部メソポタミアで維新と ダルサが争っている間、周辺のアムル系部族などとの婚姻外交によって、基盤を固めたエシュヌンナは、紀元前19世紀半ば頃の一匹アダドニセイと、続く、ナラムシンの下で、東部メソポタミアに勢力を拡大した。エシュヌンナ法典と呼ばれる古い法典が、この時期のエシュヌンナから発見されている。同じ時期に、マリ近辺での勢力争いに敗れた。 イラカブカブの勢力がエシュヌンナの領域に侵入し、一匹アダドニセイラはこれらを撃退すべく戦争を繰り返した。紀元前1894年頃、メソポタミア中部の都市バビロンで、やはりアムル人の王、スムアブムが独立勢力を築くことに成功した。これをバビロン第一王朝と呼ぶ。この時期のバビロンは地方の一都市に過ぎなかったが、 スムアブムとその後継者たちは、城壁の建造をはじめ各種の建築事業を通じて、この都市を首都にふさわしく作り変えていった。バビロンの周辺では他にも機種、カザル、マラド、シッパルなどでアムル系の王朝が成立していたが、バビロンはこれらとの戦いに勝利し、中部メソポタミアに勢力を伸ばした。スムアブム規制下においてカザルは破壊され、 次のオースムラエルの知性までにはしっぱるも征服し、騎士と争った。サビウムの知性には南方のラルサとも戦って勝利を収めた。しかし、紀元前18世紀に入ると、維新王朝を圧迫して、南で勢力を拡大するラルサと再び戦い、これに敗れたバビロンの拡大は頓挫した。当時のバビロン王信、ムバリットは、ラルサに対抗するために、 すでに弱小国となっていた維新やウルクと同盟を結んだが、ラルサの英主リムシに一世はこの同盟軍を破り、紀元前1802年頃にはウルクが紀元前1794年には維新第一王朝がラルサに併合されて滅亡し、バビロンも国境を大きく後退させた。新ムバリトの後ハンムラビがバビロンの王となった。エシュヌンナに侵入していたアムル人。 イラカブカブの勢力は、彼の死後息子のシャムシ、アダド一世によって受け継がれた。この頃には彼らの支配する領域は、エシュヌンナの北側に移動していた。シャムシ、アダド一世は、エカラトゥムシを拠点にアッシュール氏を攻略し、アッシリアの王位についた。当時アッシリアは鈴を中心とした交易によって、経済的繁栄を享受しており、それをもとに彼は活発な征服活動を、 行っていった。シャムシ、アダド一世の征服活動の中でも、最大のものがマリに対する攻撃である。父、イラカブカブと争ったヤギトリムは、すでになく、その息子やフドゥンリムが、大いについていた。両者の争いは激しかったが、最後には、シャムシ、アダド一世が勝利し、紀元前1801年頃、マリは、アッシリアの支配下に入った。さらに、 周辺領域も統合して、ここに北メソポタミア全域を支配する大国が出現した。当初シャムシ、アダドイッセイと敵対していたエシュヌンナを、はじめ多くの国がアッシリアと同盟関係を結び、またいくつかの国は、属国となった。バビロンのハンムラビオもまた、シャムシ・アダドイッセイとの友好関係維持に著しい、努力を払い、当時の彼が作った碑文には、シャムシ、 アダド一世が連名で登場する。また、西方の国、カトナもアッシリアの同盟国となった。しかしアッシリアは、シャムシ、アダド一世が、紀元前1781年に死去するやしばたたく、間に弱体化し、その覇権は失われた。これによって、一人で十分強力な王はいないと言われる、軍有拡挙の状態となった。シャムシ、アダド一世がマリを併合したとき、 ヤフルン・リムの息子ジムリ・リムは、西の大国、ヤムハドへと亡命していた。マリは、シャムシ、アダド一世の息子ヤスマフ・アダドの支配下にあったが、シャムシ・アダド一世の死後、ジムリ・リムは、ヤムハドとバビロンの支援を受けて、ヤスマフ・アダドを倒し、マリオイを取り戻した。ジムリ・リムは、アッシリア時代からの行政機構を拡充し、周辺の遊牧民を参加に収めてマリは再び、 大国の地位を取り戻した。再び、メソポタミア全域に支配権を打ち立てることになるのが、バビロン第一王朝のオハンムラビである。ハンムラビが即位した時、すでに北方では、アッシリアのシャムシ、アダド一世が、南方では、ラルサのリムシ二一世がその最盛期を迎えており、バビロンはこれらに挟まれて、厳しい立場にあった。ハンムラビは、シャムシ、 アダド一世との友好関係維持に細かく注意を払い、その指示を得て南のラルサに対抗した。紀元前1784年頃までにラルサのリムシニ一世と戦って、イシン、ウルク、ウルなどを攻略し、バビロンの勢力を拡張した。さらにエシュヌンナとも戦って領域を拡張した。シャムシ、アダド一世が没するとその息子たちを見限り。 マリのジムリリムに接近して、同盟を結んだ。マリとの同盟は、到底シャムシ、アダド一世の支援ほどの効果は得られず、ハンムラビは大規模な軍事活動を起こすことは、できなかった。その後20年前後にもわたり、ほとんどもっぱら国内整備と防御に時間を費やした。転機となったのは、紀元前1764年の戦いである。この年、エシュヌンナ、アッシリア、グティジン、 エラムなどの同盟軍がバビロンを攻撃した。マリの支援もあり、ハンムラビはこの戦いに勝利し、行動の自由を得た。翌年、一挙に南下して、ラルサのリム氏二一世を打ち破り、ラルサを併合した。続いて、長年にわたる同盟相手であった、マリのジムリリムも滅ぼして、マリを併合した。紀元前1757年頃には、エッシュヌンナ氏を完全に破壊し、 アッシリアへも出兵して、これを征服した。これら極めて短い間のハンムラ美容の征服活動の結果、再び全メソポタミアを支配する王朝が登場し、バビロン氏がメソポタミアの中心都市として舞台に登場し始めることとなった。ウル第三3王朝末期以来、シュメール語は日常語としては次第に用いられなくなっていった。シュメール系とされる、 ウル第三王朝の章の王名にもアッカド、個人名が現れているほどであり、ハンムラビ王がメソポタミアを統一した頃には、完全に死後となっていたと言われている。代わって、カド語が、行政においても、その他文学においても一般化していった。アッカド語は大きく港ことと北方ことに分かれ、その後時代による言語の変化を起こしながらも、アラム語の登場までオリエントの共通語として、 存続することとなる。維新、ラルサは、シュメールの後継者たることを主張したために、行政文書や法律文書には、シュメール語が多く使用されたほか、シュメール時代の文学作品の多くが書写されて、後世に残された。現代において得られる、シュメール語文書の多くは、実際にはこの維新ラルサ時代の書き写しによって、知られている。こうして、シュメール語は、 西洋におけるラテン語のように、政治、宗教、学問の言語としてなおも継承された。また、この時代のほとんどの王朝がアムル人によって建てられたにもかかわらず、アムル語が筆記に使用されることは、ほとんどなかった。アムル人の人名に、アッカドもと異なるアムル語人名が同定できる、ことなどから、アムル人たちは、一心らルサ時代には、アッカド人とは別個のアイデンティティを持っていたと。 推定されるが、シュメールアッカドの文化を受け入れ次第に同化していった。宗教的にも、シュメールの影響は色濃く残された。シュメール時代の祭祀、儀礼の多くが、イシンラルサ時代の王朝、とりわけイシンラルサの王たちによって継承された。イシン王は、正式には、国土の王、ウル王を名乗っており、シュメールの最高神エンディルによって王に、認じられるという定罪をとっていた。 一方で、各地で自立した王朝によって、それぞれの都市神の地位が向上され、新たな神々も登場した。バビロンの都市神マルドゥクやエシュヌンなど、都市神ティシュパク、そしてアッシリアの神格化された都市やシュールなどが、国土の統治権を有する神として祀られていくことになる。この時代は、人類最古級の法律文書が、次々と現れる時代でもある。すでに、 シュメール時代にもウルナンム法典などが存在したが、維新ラルサ時代の法典は、シュメールの伝統を継承しつつ作成されたものと考えられ、この時代が単に戦乱と無秩序のみの時代であったわけではないことがわかる。維新のリピット・イシタル法典、エシュヌンナのエシュヌンナ法典、そして何よりもバビロンのハンムラビ法典などが次々と編纂された。ただし、 これらが実際に運用された法律であると考えるには体系性がないことが知られており法律というよりは判例集、法規集のような性質を持っていたとも言われる。実際にこれらの法典を用いて行われた裁判の記録などは発見されていない。この時代の経済については王室経済を中心に多くのことが知られている。マリア、ラルサなどでは 官営の織物工場が建設され、雇用契約体系も整えられていた。アッシリア商人たちは、鈴や毛織物の取引を通じて、北、メソポタミアを中心に商業権を確立し、バビロンなど南部メソポタミアの地でも居留区などを作って売買を行っていた。現地の商人たちも、独自に公益活動を行っていたと考えられる。 各国の王たちはこれら商人の活動に関税をかけて収入を得るとともに商人庁と呼ばれる役人を置いて商人たちの活動を統制しまた必要な商品を得ていた国によっては一部の商品に先売制を敷いていた場合もあるこの時代に独立王朝が成立した都市の多くはこうした商人たちの公益ルート上にありその政治的発展が経済と無関係であったとは 考えられない。こうした経済の発展の一助となったのが銀である。銀は主に粒銀や延べ棒の形で使用され、物の価値を判別する基準となり、公益や投資における決済手段となった。持ち運びが容易で腐ることもない銀による支払いの確率は経済規模の拡大をもたらしたことは疑いない。この銀をもとに小切手に類似したような再建表も使用されている。 ただし、未だ貨幣経済と言える状況にはなく、物々交換も依然優勢であった。大土地所有による資本蓄積も行われ、イディンラガマル家のような民間の大地主の記録も残っている。土地も北部メソポタミアを中心に投資の対象となっていたが、南部メソポタミアで民間での土地取引が活発化するのは、ハンムラビの統一以後のコバビロニア時代後期に入ってからである。 ありがとうございます。